はい。皆さん、こんにちは。ネット物販講師の黒沢です。今回は、現在話題になっている、ゆっくり茶番劇の商標登録問題について、ネット物販講師の私が解説させていただきます。ネット物販を行っている方は、遅かれ早かれ、ご自身の商品にブランド名を付与して販売したい、ブランド戦略を行いたいって思っている方がいると思うんですが、ネット物販の世界だけではなくって、例えば、芸能活動をしている方であれば、音楽のグループの名前だとか、お店を経営されている方であれば、 お店の店舗の名前だとか、とにかく何かしらの名前を物品だけではなくグループ名だとかサービス名だとか、それこそ YouTube のチャンネル名などで使用してる方ってかなり多くいらっしゃると思いますので、ぜひ今回の動画で基礎的な知識を身につけていただければと思います。もちろん専門的なことに関しては、弁理士さんや弁護士さんに相談していただく形にはなるんですが、転ばぬ先の杖としてお考えいただければ幸いです。まず今回の経緯について簡単に説明させていただきます。 「ゆっくり茶番劇」。 という名前、文字が商標登録されました。これにより、一部の目的をもってして、このゆっくり茶番劇という単語を使用すること、もしくは記載すること自体が商標登録違反になってしまう可能性が出てきたわけです。そもそもこのゆっくり茶番劇だとか、ゆっくり解説については、もともと東方プロジェクトから派生した、アスキーアートから派生した実況解説や茶番劇の動画となる あるわけなのである意味みんながコンテンツとして自由に使っていた三次創作みたいなコンテンツなんですよ類似したトラブルとすれば宝がぎこ猫の商標登録を行ったという話が記憶に新しいと思います問題とすればみんなが自由に使っていてそもそも原作となっている東方プロジェクトもある程度の使用は自由に認めていたこのゆっくり茶番劇という言葉がいきなり使えなくなった今後使用 使用する場合は1年間あたり10万円もしくは1タグあたり1万円の使用料を払えと権利者が主張してきたというのが今回の一連の流れの経緯です。ではまずゆっくり茶番劇という言葉について商標登録のデータベース上で調べてみましょう。J プラットパッドという特許庁のホームページで検索することができます。ちなみに商標登録というのは国ごとに行われるものですからアメリカの場合 USPTO と呼ばれる特許庁にあたる機関の TESS というし システムで同様に検索することができます J プラットパッドトップページの商標にチェックを入れゆっくり茶番劇と入力して検索をクリックしてくださいすると検索結果上でゆっくり茶番劇の商標登録が一件ヒットしました登録番号をクリックしてくださいこの登録でチェックすべきポイントが3点ありますまず登録広報発行日こちらはこの商標取りましたよと正式に発表された日なんですが2022年3月4日今年の3月4日に な,りますなぜこれが大切かっていうと、異議申し立てを行う期間っていうのが2ヶ月だからなんですね。今回の一番大きな問題の一つっていうのは、商標登録取ったこともそうですが、商標登録を取って異議申し立てを行う2ヶ月の期間が過ぎた後、私が商標登録取りました。 って言い始めたっていうことなんです。これは個人的な見解ですが、異議申し立てを行う期間があえて過ぎた後で発表することによって、反撃されづらくしているように感じます。次、二点目、付加情報の標準文字商標。こちらは商標の種類になります。簡単に申し上げますと、商標というのは、文字で取るのか、ロゴなどの図柄で取るのか。この二種類に分かれます。実際は、色だとか、音だとか、いろいろな商標があるんですが、基本的に商標は。 文字か図、イラスト、ロゴマークみたいなものか、この二択になるわけですね。今回は標準文字商標を取られたということは、どのようなフォントであっても、どのようなデザインであっても、その文字を使用すること自体が権利として守られるということになります。よって YouTube のタイトルに入れても、チャンネル名として入れても、何かしらのページ上でその文字を使っても、それこそこのゆっくり茶番劇という文字をアーティスティックに描いて、 文字とととししてて t シャツにプリントしても権利がが発生すするる可能性があるということですそして3点目、類似軍コードです。類似軍コードというのは、どのカテゴリーにおいて、この商標登録を取りますか、という区分けのことで、先ほど、T シャツにプリントしても商標登録違反になる可能性があると申し上げましたが、今回、商標登録を取っている類似軍コードは41です。類似軍コードの説明はこちらに細かく書いているんですが、こちらのページの説明がわかりやすいので引用させてだ ていただきますが、第41類という類似群コードは教育娯楽スポーツ文化における商標登録のカテゴリーになります。例えばセミナー企画コンサル教室対個人塾動物園植物園美術活動写真撮影音響スタジオ運動施設の提供 動画視聴サービス、ダウンロードしないコンテンツ、ブログ翻訳業などですとあります。要するに YouTube 上でゆっくり茶番劇という言葉を使用している方を明らかにピンポイントで狙い撃ちしているということになります。今回の件に関して皆さん、憤りや不満を感じられていると思います。私もえげつないなって正直思うんですが、日本の商標登録のシステム上、実は権利者に結構有利なポイントがあるわけです。私は普段主にアメリカで商品を販売しているんです。 ですが、アメリカの商標登録の場合、使用主義と言って、商標登録をしても実際に使用を開始しなければ、原則として権利を認められないことになっています。しかし、ながら日本は登録主義という。 で登録によって商標権が発生すると考えられていますよって今まで一度も実際にその商標を使用していなくても今回の場合ゆっくり茶番劇という言葉を使って動画をアップしたことすら今まで一度もなかったとしても商標登録すれば権利を取得することが可能になっているんです簡単に言えばアメリカは使ったもん勝ち使用したもの勝ち日本は 取ったもん勝ち、登録した者勝ちということです。先ほど商標登録の異議申し立ては2ヶ月間と申し上げさせていただきましたが、2ヶ月を過ぎた後でも商標登録の無効審判請求を行います。商標法46条1 に請求の期間については商標権の設定登録後であれば原則としていつでも無効審判の請求が可能ですとありますまた46条2項において商標権が期間満了などにより消滅した後においても請求することができますとありますしかし商標法第47条でしかし一部の無効理由については除成期,期間の定めがありこうした無効理由に基づく審判請求については商標設定登録日 から5年以内とされていますとありますので、要するに今から約5年以内であれば商標登録は無効だぞと主張を行うことができる、無効審判請求を行うことができるということになります。ちなみに今回と同じようなトラブルって毎挙に糸馬がないほどに発生していて、10年前与沢翼さんがネオヒルズ族という名前を使い始めたにもかかわらず、確か久住敦志さんという方がそのネオヒルズ族をし 商標登録取ってしまったので自由に使えなくなってしまったということがありましたこちらも同様に J プラットパッドで検索してみると現在ネオヒルズ族は株式会社フリーエージェントスタイルホールディングス要するに2012年13年頃に与沢翼さんが建てていた会社が権利を持っていますのでおそらく久住敦史さんから商標権を取り返した可能性がありますこちらに関しても標準文字商標で権利を取得されていて類似群行動については第9 第16類第第類類類類そしししてて先ほどももお伝えした第41類でも取得していますというわけで今回はゆっくり茶番劇の商標登録問題について話をさせていただきました。このゆっくり茶番劇という言葉を類似群コード第41類の範囲内で使用している、利用している方は約5年以内に商標登録の無効審判請求を行う必要がありますが、被害に遭われたというか対象の方は1人ではないわけ。 ですよ。よって該当者関係者の方々は、なるべく早く横のつながりを設けていただき、集団で何かしらの行動を起こすといいのではないかなと思います。今回の動画参考になったなって方はよろしければ、高評価チャンネル登録いただければ幸いです。最後までご清聴くださり、ありがとうございました。